三島奥次郎は、江戸時代末期から明治時代にかけての武士、政治家、実業家。北越戦争で疲弊した、越後国長岡の復興と近代化に尽力した。文政八年、長岡藩士、伊丹一左門の次男として、長岡城下の長町に生まれる。最初の名前は、栄次郎。河合嗣之助や小林小三郎らは、近所の幼馴染みであった。また、 兄の伊丹正義は、藩校、ストック館の教授であった、山田愛之助の指導で結成された、おゅうの中心人物であった。そのため、栄次郎も、河井や小林と共に、これに加わった。高下元年、長岡藩士、川島特兵衛の養子となる。川島家は三十国の美禄であった。ストック館の助教を経て、加盟2年には、江戸藩邸勤務となる。 江戸在勤中に、佐久間正山の塾に通うようになり、そこで、吉田松陰とも親しくなった。永六年に、ペリーが来航すると、老中であった、藩主、牧野忠政の命で裏側まで偵察に赴き、状況をありのまま報告するが、その際に提出した意見で忠政の不況を買い、長岡に返される。安政六年、時の藩主、牧野忠近に、子、 英立花が誕生したため、栄次郎から奥次郎に改名した。慶応四年の母親戦争に際して、当初は新政府軍に抗戦することには反対していた。しかし、次元寺での断判が決裂した後、海戦の決意を固めた、河合の説得に同意。軍事係となって、山本義次郎と共に、北越戦争で奮戦し、八丁沖からの長岡城奪還にも参加している。 三島奥次郎肖像が、渡辺裕公が北越戦争直後は、改正改名して、三島総衛門と名乗ったこともあったが、明治以後は三島奥次郎と改名した。明治2年、藩籍法還によって、長岡藩知事となった藩主、牧野忠武氏は、牧野田野も小林小三郎、三島の三人を藩の第三次に任命した。さらに、明治3年の長岡廃藩,藩に伴い、 柏崎県大三次に任命された。その頃、東仏省の騎士浮地庭には、白雷の石油ランプがあった。このランプを囲むようにして、三島と騎を中心に、小林、森玄三ら、氏族、大橋左平ら商人、医師のなのただし、教育者の藤野全三らが集まって、町の復興や商業振興について語り合った。やがて、この集まりは、 ランプ会と呼ばれるようになった。こうしたつながりを支えとして3等は、士族受産のための産物会消旅行場の創設を推進した。また、明治11年には、岸基地、関谷孫左衛門らと共に、第69国立銀行の創設発起人となったが、この銀行は、出力処分で士族が得た交際を資本としていた。また、 国間学校の拡充や長岡洋学校の創設、育英団体長岡社の創設といった教育政策、長岡会社病院、長岡赤十字病院の全身の開設などの衛生行政にも尽力した。この間、三島は大区小区制導入によって、柏崎県第3大区長、柏崎県廃止により、新潟県第16大区長、腰郡長を歴任している。 明治15年、腰軍長を辞職した後は、北海道開拓に傾注し、明治19年には、笠原文平、大橋一蔵、関山五左衛門、紀州吉良と北越植民者を開設した。知りし欲を求めず、経済の復興、発展を目指したその功績は大きいが、かわい小林ほど知名度は高くない。三島奥次郎の蔵三島が、 明治2年から24年までの間、記し続けた日記42冊は昭和49年に長岡市指定文化財となり、現在は長岡市立中央図書館に所蔵されている。また、長岡市市編纂事業で、それらの本国が進められ、長岡市市総書として4冊にまとめられて刊行された。ありがとうございます。